相談、20代後半に差し掛かり、そろそろ結婚し、子供が欲しいと考えるようになりました。今、私には好きな人がいます。ところが彼は既婚者です。私は、結婚をしたいというよりも、子供が欲しい気持ちが強く、自分自身、子供ができにくいという体質もあり、焦りを感じています。好きな人の子供を欲しいという気持ちが強く、彼以外の人との子供を産むということは考えられません。相手は既婚者、叶わないと分かっていても気持ちが離れられません。どうしたらいいでしょうか？ハンドルネーム、ヌー。